スコーリア戦士。紀元前40世紀に謎の宇宙種族によって惑星霊離婚へと植民させられた地球人の子孫は遺伝子操作の結果、二つの種族に分かれていた。その二つの種族は、地球人がようやく宇宙への進出を果たした23世紀には、最上級の共感能力者であるローン系サイオンの王族が統治する。 スコーリア王権と他者の苦痛を快感として貪る能力を持ったアリスト階級人が支配する遊ブ帝権のに大勢力となり宇宙の覇権を争う長い戦争を繰り広げていた。軍事力で勝る遊ブに対してスコーリアはエンパスの持つ共感能力で展開される超高速の情報通信網の力で拮抗していた。そしてこの2大勢力による抗争が展開される。 宇宙に遅れて進出した地球人類による地球連合圏が中立勢力として絡むようになり宇宙における人類世界は三つどもえの予想を示していく。スコーリア宇宙軍の将校であるソースコニー・バルドリア通称ソズはスコーリア王権の多い継承者でありエンパスの一人である美貌のサイボーグ戦士。彼女は生涯の大半を 遊ブ軍との戦争に費やしてきたが、ある日休暇で訪れていた、地球連合圏の勢力下にある、中立惑星デロスに出て敵対する遊ブ帝圏の、行為の貴族の青年の身辺を探るうちに、遊ブ皇帝の四次であり、出生に秘密があるということを知る。やがてソズはその青年、ジェイブリオールコックス、と、お互いに心を惹かれ合っていくが、ありがとうございます。